サボヤ博国、またはサボア博国は中世に現在のイタリアとフランスにまたがって存在した国家である。サボヤ家の外されるウンベルトビアンカマーノにより創始された。博国の領土は非常に不明確ではあるが大部分は現在ではフランス領となるサボアで構成された。首都の役割を果たすシャンベリを中心とした地域に博国の中心があった。 イタリアの部分は、ピエモンテ西部の山岳地域のピネローロを中心としたバルレディスーザとバルキゾーネとなっていた。サボヤ家の外されるウンベルト・ビアンカマーノは、1003年の文書において、この地域の白として言及された最初の人物である。1032年のブルグント王国崩壊により、ウンベルト・ビアンカマーノは、ローマ皇帝コンラート2世に加勢し、 モーリエンヌとサボアの白爵の称号を冠することと、イゼール渓谷のモーリエンヌの所領を、ドイツ皇帝の象徴であるワシの紋章の使用の許可を得た。この地域は、アルクの渓谷沿い、モンメリアンからシャンメリを越え、モンチェニージオに至る、ブルージェ湖やレマン湖の湖岸、ローヌ川の流域に開けている。新たな領地を絶望していたところ、1046年の息子の弟と鳥の変脅迫。 オルデリーコ・マンフレーディ2世の娘アデライデとの婚姻を通じて、ピエモンテとの縁ができた。その結合は、スーザ地域と鳥の辺境白漁をもたらした。この出来事が、サボヤ公を創設し、その後ピエモンテ公、サルデーニャ王、最終的に、イタリア王となる一族のイタリアへの入り口となった。夫をね一世を継いだのは、アメデオ二世とピエトロ一世で、白は、 有能な母アデライデが死ぬまで彼女が管理した。ウンベルト2世とアメデオ3世が後を継いだが、校舎はオートコンブ修道院を建立し、十字軍から帰国中にペストにより死亡した。このことから、サボヤ家の紋章には十字の盾が追加された。息子のウンベルト3世の列服後、トンマーゾ1世は、フリードリヒ2世により皇帝代理に任命され、ピエモンテの領地を回復し、 アルプスの向こうまで領地を拡大した。トンマーゾ1世が死ぬと一族内で、しばらく対立し、財産を分割することとなった。アメデオ四4世が、サボヤハクの称号と直轄地の大部分を継ぎ、トンマーゾ2世は、アビリアーナなどピエモンテの領地を得て、ピエモンテ公の称号を得た。アメデオ四4世の息子、ボニファー長を継いだのはおじたちで、ピエトロ2世、継いで、 フィリッポ一世であった。フィリッポ一世の1285年の死後、サボイア白国は10年にわたる継承権争いに見舞われた。その遺産は課長でもフィリッポ一世の直系でもなく、一族で最も年長で権力のある代表者の手に渡った。三人の請求者からの権力の分割は以下のようになった。 白爵の称号と領地の大部分は、アルプス語への商業経路を掌握した、フィリッポ一世の親いアメデオ五世が獲得し、アメデオのマッテイ、ルドビーコは、某の北東地区を、フィリッポは、ピエモンテの土地を割り当てられた。アメデオ五世を継いだのは二人の息子エドアルドとアイモーネで、後者が息子のアメデオ六世に、白衣を残した。アメデオ六世は、ビエッラ・グーネを、 サンティアを獲得し、某を統合した。息子のアメデオ7世は赤い伯爵と呼ばれ、ニースを獲得し、サボイア白国を拡張した。その息子、19代サボイア白アメデオ8世は皇帝、ジギスムントにより、皇爵に昇釈された。1416年からはサボイア公国となった。ありがとうございます。